牛とか。おお、いいですね。パンパンパパンです。ボン。Hey guys, it's Cat the Cat. Right now from the streets of Harajuku out to you. This time, we are going to talk about Gyeonggo again, which is onomatopoeia, and we're going to ask Japanese people challenge to make up their own Gyeonggo for the word of love. So what does love sound like in Japan? Let's go and ask Japanese. And if you're new, don't forget to subscribe to your channel so you don't miss any future videos from Japan. Let's go! この前は日本の擬音語でいろいろ私が教えてもらったんです。で、擬音語の話が出てきました。擬音語、あのプニプニとか、うん、ワクワクとか、みんなの、今みんなに聞いてるのはみんなが愛を擬音語にすると自分にとっては何の擬音語になるんですか？牛とか。おお、いいですね。牛それしか分かんない。そのどのシナリオにできそうですか？なんかあのどのシナリオで、どのシナリオ、なんか漫画的な後ろからギューみたいな感じ。そうですね。あ、いいですね。ギューが出ました。どうでしょう。愛を擬音語にすると愛、はい、え、やったよ、私が、うん、愛を擬音語プニわかんない、もうやばいよ、もうわかんない。あ、かわいい、かわいい。自分にとって愛ってなんか擬音語にしてみたらどう思いますか？愛知らねえ。ふんわり。ふんわり。これいいですね。わーって感じ。ふんわり。うわー、これ後で字幕つけるの難しいって今気づきました。愛を擬音語にしてみてください。はい、どうぞ。はい。愛。はい。愛を擬音にするってことですか。ああ、難しいな。愛か。まあ本当にパンパンとかですかね。なんでパンパンですか？あれ、まあ愛ですよね。まあラブラブとかそんな感じですかね。はい、パンパンラブラブ。パンパン、まあ、パンパンかラブラブの二択。なんだと思う？ね、本当に。愛よ、愛よ、ギヨンさん。やっぱでもバンバンだな。バンバン。なんでバンバンですか？バンバン、なんか愛のムチみたいな、バンバン。よしよし、何だと思う？はい、どうでしょう。パンパンパパンです。パンパンパパンだけど。良かったり良くなかったりって感じですかね。そうですね。あ、愛を擬音語にするとこれだ。キュイーン。クイーン。クイーンのシナリオどうしますか？キュイーン、え、例えばあのなんか映画をもらった時にキュイーンってなっちゃうんですか？クイーンを私に説明してください。え、説明して。ドキドキした時。あ、クイーン、クイーン。あ、いいと思います。これもらいます。どうでしょう、愛を擬音語にするとボン。急に起きた感じ。ボンです。爆発、爆発、爆発。もうボン。恥ずかしいんですけど、なんか壁ドンしてもらった時とか。壁ドンはボンボンですね。それはボンしますね。爆発ですよね。テロテロ爆発します。花火みたいな感じですね。愛を擬音語にすると何を思いますか？愛、なんだろう、幸せを感じる時かな。わかんない、多分そんな感じ。人の優しさに触れた時に愛を感じます。それを擬音語にしてみてください。擬音語って何？擬音語はそのモファモファとかプニプニとかふわーとか、そのアニメと漫画に出てきそうな、なんだろう、なんだろうね、難しい。キラキラ、キラキラなんですね。なんか人に触れて優しさ感じて、なんかハッピーなオーラになるから、キラキラするとき、なんかキラキラですかね。キラキラ、愛はキラキラです。良いと思います。ナイスナイス。じゃあ自分にとって愛を擬音語にしてみてください。擬音語なんだろうな、ふわふわですかね。なんでふわふわですか？そんなにはっきり分かるものじゃないじゃないか、目に見えないし、なんか、うん、やんわりした感じのイメージかな。
確かに、うん、愛はふわふわですいいですね、ナイスと思います。愛を擬音語にしてください。愛、はい、ラブ、ラブ、あ違う、違うか、いいと思います。いいですか、自分にとってラブラブ、はい、何の時にはそれを使ったりとかしますか。なんでラブラブですか。思い合っているからみたいな、はい、ラブラブ、 そんな感じですね、はい、あ、いいですね、はい、キュンキュンあるんじゃないですか。なんでキュンキュンですか。それはもうなんかこう自分がこう自分と相手がこう思い合ってこうそういうドキドキとかそういうのを思った時に、あ、好きだなみたいなに思った時とかすごいまとめで言ってくれて嬉しいですこれで全ての質問でした。ありがとうございます。そちらこそ頑張ってください。Onomatopoeia. Sound words like bam, kapow, boom. All of that is onomatopoeia. And what is your onomatopoeia for love? I've been thinking about it. It's actually very difficult. I think it would be something between dokyun or zukyun or dokang, something. When your heart kind of makes a kind of like notion. So that's in sound words. What sound would you actually give love if you could? Let us know. You can totally make up words, that's totally fine. Leave us some made up words and let us know what sound love makes in your opinion. Would be great to find some funny new words or some cool descriptions or maybe something in your native language, so explain it to us if you could. I hope you enjoyed this video. Thanks for watching us all the way to the end, and thank you for subscribing and liking the video. And if you've been with us for a long time, don't forget to click that little bell symbol on since we're out sounds, so you get notified when we put up a new video. Would be great to see more of you guys. So I hope you enjoyed this, and I'll catch you soon for another video on Ash Japanese Dokkan. Shaking! キラキラキラOK? Are we OK? Are we still running? どうしたの？なんかドキドキしちゃう。